まず取るか。疲れた。またバタバタしてた。さっきさ、リップなくしてさ、リップこのポーチ入れてるポーチを。おー、めっちゃ急いだ。走ったよまた。テロップ書かなきゃ。次は20時から。はい。ハブ終わった。買い物行ってきた。さっき行った。さっき行ってきた買い物。欲しかったもの全部買ってきた。もう大丈夫のはず。フルーツ買おうと思ったんだけどさ、トッピング用にフルーツもなんかあんま売ってなかったから諦めた。中に間に缶詰のフルーツ、みかんとか入れるだけにしようかな。ケーキ焼いて、上はなんか違うものを乗せるだけにしよう。作るの明日。今日は作んない。なんかできるだけ作っといて、明日がお昼までに作るんだったらめっちゃ時間が足りないから、朝から作んない、足りないから、ちょっとなんかできるものだけ作っといて明日完成する感じかな、完成させる感じにしようかなと思ってるけど、冷蔵庫にしまえるかどうかだな。空きがパンパンだからな、冷蔵庫常にっていう感じかな。あとでまたいろいろ配信合間の時間でいろいろやっていく。この後もちょっといろいろ明日の準備しとく。お昼に配信で作って食べるだとさ、時間足りないんだよな、その日のうちに作るの。作り始めると完成しないから、今日のうちからちょっとずつできるんだけど。てかオムライス写真載せてないわ。めっちゃ見た目悪い。いっか、オムライス。ちょっとこっちで写真撮ったから写真写さないといけない。そっちに配信してる携帯に。作ったやつの食べる配信をするつもりだけど明日ね。でも正直ね、間に合うか不安なんだよね。微妙な感じ、間に合わない気もする。なんかいろいろ工程が多いから、朝からやって配信もやったら間に合わない気もするけど、やるつもり。普通すぎる。何がケーキ？わかんない。そう、間に合わなかったら最悪終わって次の日とかだけど。傾くな携帯。よいしょ。まあできるだけ間に合うように作る。今日の時点でいろいろ作っといて。イベント8時で終わり、20時まで19時59分なんだから、今日会議宿ね。会議月食何時か、いつなのあれ。そんなめっちゃ見たいわけで、なんか見れたらいいかなぐらいのレベルだけど、何時からなのあれ。ちょうど始まった？今？見れないわじゃあ。まあいっか別に。
9時9分から始まって7時16分に完成。あ、じゃあ見れるんじゃない？見れそうだったら見てみよう。7時16分見れるね。え、始まりだから吹き始めるってこと？どういうこと？じゃあどういった最近時間書いてたやつどこ行っちゃった？コメント上がった。それ見ないやつわかんないじゃん、わかんないじゃん。9時10分か20時42分かな。見てみたら分かるかな。20時からまた配信するしな。まあいっか、別に見れたらいっかなぐらいのレベル。19時過ぎに向けて暗くなっていく。見れたら見てみる。現在傾いてる気がする。まあいいか。待ってね。じゃいろいろやんないといけないから明日の準備とか。あと弟とエピソード約束したから。やることいっぱいある。最近しようって言ってたんだけど、ちょうど合わなくてね、時間がしなかったんですよ。弟とエピソード。久しぶりにちょっとフレンドのやついろいろしなくちゃ。明日何？明日イベント最終日で、明日作りたいのがあるからそれの準備かな。明日お昼の配信までに作るだったら、明日作り始めたらちょっと時間が足りないから、少しずつちょっと準備する感じかな。あとこの配信の合間使って2回あるから、こことここの合間で、そんな感じでちょっとずつ作る。そしたらきっと明日私が早く起きてやれば間に合う。早く起きてやれば。でも今日と同じなんですけど、明日は今日と違う。明日はね、19時59分までだから、明日最終日で今日と違います。それまでのスケジュールをもう一回考えてたな。最終枠ぐらいに、もうちょっとだから詰めてやるって。どうにか、うん、ミラーボール。ありがとうございます。ミラーボール。ありがとう。ありがとうございます。あとミラーボール。ありがとう。この期間中めっちゃ見るんだけど、ミラーボール。ありがとうございます。嬉しいね、ありがとう。ありがとう。
日の配信スケジュール、そうだね、また最終枠ぐらいで決めようかな。こんな感じでまだ何も決めてない最後の枠は19時59分に終わることしか決めてないそれも何も決めてない。買い物してきた。なんか必要なもの、家になかったもの買ってきた。生クリームと粉糖買ったぐらいかな。さっき言った、さっき本当に本当早く行こうと思ってたんだけど寝てましたねちょっと寝てて起きて相場行かなきゃと思って行った。あった、全部あった、買いたかったもの全部買えた。昨日行った店粉糖がなかったんだよね。粉の砂糖あれがなくて、今日行ったところはあった。うん、だからそれと生クリーム買って来た。楽しみだな、作るの。ずっと作りたかったんだよね、最初作るやつ。ケーキ、アイシングクッキーとかそういうの作りたくて。え、夜中は作んない。夜中作ったらちょっとあれだな、作んない。今日はこの配信の合間に作っていって、できるのだけ作って明日完成させる全部。明日完成する感じにしたいから。今日はね、アイシングもしない。ん？いや、アイシングはしても別にいいのか。でもできるかな、アイシングするまで。やったことないからちょっと時間かかりそう。クッキーとかいろいろちょっと焼く生地、焼くやつだけちょっと。やってしまおうかなと思ってるけど。うん、ミラーボールありがとうございます。ありがとうミラーボールありがとう明日から三角チョコパイの一が、明日から、明日からなんだ。あれ食べてないや、なんだっけ、黒の方。白は食べた、一個しか食べてない。黒食べ、え、黒まだあるよね。白は食べたけど、黒今度は食べようかな。あ、明日まであとちょっとだモナイク記事覚えた、あとちょっと。パリピのイメージ、そんなパリピイメージある？ミラーボールのせいでしょミラーボールが今はこんなルームじゃないイベント期間さ、なんかミラーボールがちょっとなんか長く光ってたりとか、ありがたいことにね本当はパリピでしょ、インドアだけど。パリピに見えるインドアのパリピいないでしょ、そんな麻薬言ってるやん今のパリピってどういうこと
悪ありがとう、まためっちゃ光ってるんだけど今日もありがとうございます嬉しい。あ、トップ3! 3位だ、トップ3って出た今、ありがとう。3位、ありがとうございます、嬉しい。3位、3位ありがとう、嬉しいね。ずっと8位以内に入れてるのが嬉しいよ、ほんと。明日も8位以内をキープで最後まで。でもね、結構さ、みんなさ、今接戦じゃない？この今回のイベントすごい、結構順位が変わってるよね。激しい、順位変わるのが。だから明日すごそう、わかんないけど、この変動が。そう、いつももうちょっとさ動いたりするけどさ、ここまで動くイメージない。そう、結構みんな甘さがない。今回決勝はないですね。これで決まる、決まる。そう、8位に入ったらこの通過メンバーに入るって感じです。そう、イベント明日で終わり5日間ってね、意外と短い。あ、明日は19時59分までかな、イベント最終日だから。ちょっとケーキしてた私。何部かな。今決めてないけど。なんだっけ、コロッケ、オムライス、たこ焼き、なんだっけ、デザート、これかな。もう希望の部に入れるとも限らないしな。どうだろうな。入った時にまた考えようかな。ランキング上位の方から順番にご希望の部か。部活動なんかもうこの言葉の響きが懐かしい。部活動を選ぶことができます。帰宅部帰宅部も何も変わんないよ、今一緒だよ部活動って懐かしすぎでしょ。分かんない。スイーツ部、デザート部だっけな、なんかあるね。一人でカヌレ部、いいねカヌレいいよね。うん、じゃあ4位まで入れば好きなの入れる。いやね、そうとも限らないんだよな。絶対に好きなところに入れるのは2位までだね。だって上位2人がさ、こう同じところに入ったらもうそのところには入れなくなるから、各2人ずつだから、こう追加されるの。そう、分かんないんだよな、だから入れるか。そう、まだでも決めてないな。そう、2人ずつなんですよ。プリセンパスに入って部活に入るとね、そう、この追加メンバーの8位以内に入ると、そう、なんか部活みたいな4つに分かれるんだけど、なんだっけ、オムライス、コロッケ、たこ焼き、デザート、この4つに分かる。こんな感じです。
今日3人かぶる、3人かぶるかしら。いやーわかんない、どうだろう、なんとも言えない微妙なところではあるけど、わかんない。たこ焼き、たこ焼き分もいいよね。たこ焼き食べたい食べる食べたい、久しぶりに。たこ焼きもいいね。デザートもいいし、コロッケも好きだし、私オムライスも好きだし、なんか今日全然作れなかったけど、ケチャップライス。ダメだよ、別別え、でも食べ、作ったら食べれない食べたいたこ焼き食べたいな。コロッケ作れ、作ったことないけど、作ると思えば作れるんじゃない、わかんない作ったことない。使えば食べるようになるねとか食べたいじゃん、だって作るだけ嫌じゃん、作って食べたいじゃん自分も食べたいじゃん小焼きはね、なんかちょっと揚げてあるたこ焼きが好き。普通のなんか家で作る時とかさ、なんか最後ちょっと油追加で入れてさ、揚げる、揚げたこ焼きみたいな感じにするそれが好きなんだよな、食べたくなっちゃうわたこ焼き油多めで、そう、なんか途中で足すの、油を揚げる。それがいいんだよな。たこ焼きってさ、中身いろいろ変えれるじゃん。こうやってさ、たこ以外とかキムチ入れたりさ、お餅入れたりとかさ、いいよね、食べたくなるな食べたくなる。あ、銀だこ好きだよ私、銀だこ好き、美味しい。たこ焼きいいよな、わかるわ。ロシアンルーレ、ロシアンルーレットはちょっと嫌だわ。なんか一個なんか辛いのとか入ってるんでしょ、なんかわさびとか入ってるんでしょ、嫌だよわさび苦手だもん。クロワッサンたい焼き作って、クロワッサンたい焼き私食べたことなくって、あんま分かんないんだよな。とか売ってるよね、たこ焼き屋さん。私ね、食べたことないんだよな、あれ食べてみたいんだけど、いつもお店の前通過するだけ食べたことない。でも食べたんだよ、気になってる、だいぶ前からあれ美味しい、今度じゃあ食べてみる、近く通ったらあれどこだっけ、銀だこだっけ、どこだっけな、あのクラさん体験売ってるお店、ちょっと分かんない、忘れたけど、ドラム入りだったより美味しい。クラさん体験、もう絶対美味しいじゃんそんなの、食べたくなる食べたい、クラさん体験今度あったら買おう。いやね、ずっとなんかね気になっておいたんだけど食べたことないんだよな。たこ焼きの具の限界に挑戦してめっちゃ入れるってこと、具をいいね、でもそれもいいね。どこだっけな、湯布院かな、行った時にさ、すごい大きいたこ焼きが売ってて、爆弾焼きみたいな、なんかめっちゃ大きいたこ焼き一個で売ってるやつだって、そういろんなのが入ってんだよね、美味しかった。前にねインスタに投稿したことある気がする、アーカイブ映してないと思うんだよな、
たこ焼き、めっちゃ前、何年前か投稿した記憶がある。赤い映しちゃったかな、え、映してないわ、あ、もう見えてないな。爆弾焼き、このハッシュタグのやつ見たら見えるから。これなんかね、いろんな具が入ってて美味しかった。これあれだな、チェーン店みたいだな、どこにでも。これ湯布院のやつじゃない、結構いろんなとこにあるっぽい、東京とかにもあるっぽい。これ美味しかった、爆弾焼き。これ私何食べたのかな、この時何食べたんだろう。たぬき、これかな。何食べたか覚えてない。覚えてないや、何食べたか覚えてないけど、とにかくこれ食べた、爆弾焼きってやつ、めっちゃ大きいたこ焼き。ちょっと何味かわかんないわあ、フェラボール、ありがとうございますありがとうありがとうございます。時間やばいやばい、ランキングもなきゃ、危ねえ危ね危ね13位からランキングます。13位、アイさん、ありがとうございます。ありがとう、あ、ミラーボールもありがとうございます。ミラーボールありがとう。まあ13位の方やんだから。12位、丸岡由紀さん、ありがとうございます。11位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。10位、ゆきさん、ありがとうございます。ミラーボール待って、めっちゃ長い、ありがとう。ちょっと待って、とりあえずランキング読むか。9位、まるさん、ありがとうございます。8位、ちいのさん、ありがとうございます。6位、え、違う、7位だ、間違えた。7位、おまめさん、ありがとうございます。6位、おまさっとマーク015、今日から今日かに、今日かおじさん、ありがとうございます。え、これタワーだよね、ミラーボール。ちょっと待ってね、ちょっと待ってこれランキング読んだら読む。5位、まさとしえいと亀子さん、ありがとうございます。4位、かっちゃんアットマーク今日も、あれどこだ、今日も京都でパリピさん、ありがとうございます。次、3位、しんさん、ありがとうございます。2位、イルカさん、ありがとうございます。そして1位がフロマンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。そしてグランズアットマーク許可タフズさん、ミラーボールタワー、ありがとうございます。ありがとうありがとうございます、ありがとうねちょっと書いとくね、時間ないから、次の配信の時に見せます。ありがとうミラーボールタワー、ありがとうございます、ありがとう。ちょっとあと付箋忘れたんだよね、下に持ってこないといけない後で書く、後で見せる、ありがとう本当。次の配信20時からですね、次20時からまたするので、ぜひまた見に来てください。ちょっと私は明日の配信のちょっといろいろ準備してきます。じゃあまた後で、ありがとうございました。